皆さんこんにちは。2021年東京オリンピック競泳女子 400m 個人メドレー代表で金メダルを獲得した大橋悠依さん、女子 400m 個人メドレー予選で2019年世界選手権銅メダルに輝くなど、日本の水泳界を牽引する女子水泳界の若きエースです。そんな女子水泳界の若きスター大橋悠依さんですが、日本水泳界のエースとして活躍するまで、そして東京オリンピック競泳女子 400m 個人メドレー代表で金メダルを獲得するまでには、さまざまな苦悩や葛藤があったようです。そんな大橋悠依さんについて深掘りしてみました。大橋悠依さんは1995年10月18日生まれ、滋賀県彦根市の出身です。大橋悠依さんは姉の影響で幼稚園の頃に彦根糸満スイミングスクールで水泳を始めました。姉に負けないようにと練習に励んでいたそうです。そのメンタルの強さが今のプレースタイルにも良い影響を与えているのでしょう。大橋悠依さんは彦根市立沢山小学校に入学します。小学3年生の時には背泳ぎで初めてジュニアオリンピックに出場していたそうです。小学生の時からジュニアオリンピックに出場していたのは、その後のことを予感させるエピソードでしょう。その後、大橋悠依さんは滋賀県彦根市立東中学校に入学します。そして中学3年生の時にジュニアオリンピックの 200m 個人メドレーで優勝を収めています。また当時の水泳部の顧問だった田中先生は、中学時代の大橋悠依さんについて、悠依は水泳やっている子には珍しく色が真っ白だったんです、可愛らしい顔で白い妖精みたい、冬場なんか本当に真っ白でした、体も柔らかいし泳ぎが綺麗で丁寧に泳いでるなという印象でした、と語っています。大橋悠依さんは滋賀県立草津東高等学校に通っていました。また高校時代も水泳部に所属して水泳の練習に励んでいました。しかし高校時代は水泳の成績に伸び悩み、国体などには出場していたものの大きな結果は残せずにいました。そして大橋悠依さんは東洋大学に進学します。しかし大学2年生の時に出場した日本選手権では膝の脱臼による故障や貧血に悩まされ、40位という結果に終わってしまいました。この頃は怪我の影響で思うように結果が伸びなかったため、食生活を見直して体質改善を図っていたそうです。その後の2016年4月の第92回日本選手権水泳競技大会兼リオデジャネイロオリンピック代表選考会 400m 個人メドレーでは、高橋美穂さんや清水咲子さんに敗れて3位となり、オリンピック出場を逃してしまいます。しかしここで大橋悠依さんの心は折れませんでした。2017年4月14日に行われた第93回日本選手権水泳競技大会兼世界選手権代表選考会の 400m 個人メドレーでは、4分31秒42という日本新記録で優勝を収めたのです。またその年の7月に行われる世界水泳選手権の日本代表にも内定しました。加えて 200m 個人メドレーの予選でも自由形で優勝を決めたため、世界選手権2種目の代表に内定という素晴らしい結果を残しました。世界水泳選手権では女子 200m 個人メドレーの決勝レースで自己ベストを2秒以上短縮する2分7秒91の日本新記録で銀メダルを獲得するという快挙を成し遂げます。2018年に東洋大学を卒業しました。そして2018年の4月に行われた第94回日本選手権水泳競技大会の 400m 個人メドレーでは、4分30秒82という日本新記録を樹立し、2年連続で優勝を収めました。さらに2019年の世界水泳選手権の 400m 個人メドレーでは4分32秒33という記録で3位という結果を収め、2大会連続でメダルを獲得しています。2018年、2019年の大会ではかなりの好成績を残している大橋悠依さん、競技をやめることも考えた大学2年生の帰省中に地元の病院でたまたま血液検査した際には極度の貧血と判明しました。東京オリンピックで2冠を成し遂げた大橋悠依さんは、幼い頃からアレルギーや喘息、貧血などに悩まされてきたそうです。一体どのような症状なのでしょうか。まず大橋悠依さんは
多くの食べ物のアレルギーがあるようです。分かっているものは、卵、魚介類、甲殻類、エビ、カニ、ダニ、ハウスダストだそうです。外食に行ったらほぼ確実に含まれているようなものが、アレルギーで食べられません。お父さんによると、大橋ゆいさんは小さい頃から卵、魚介類、甲殻類に手をつけようとしなかったそうです。その頃はアレルギーだと分かっていなかったようです。4歳の頃、お父さんの会社の旅行で民宿に行って、カニやエビを食べたら、夜にじんましんがたくさん出たのだと言います。アレルギーの検査をしたら、卵は一切ダメ。今も卵を食べるとしたら、お好み焼きの卵ぐらいだそうです。じんましんが出て、ようやくアレルギーであることが発覚したのだと言います。それからは家族総出で、大橋ゆいさんのアレルギー対策に乗り出しました。おでんも何でも、別の鍋で作ったり、取り分ける箸に卵がついたりしてもダメで、卵が入っているものを食べたら舌がしびれるのだそうです。学校の給食もお弁当に切り替えて、徹底的に対策してきた大橋ゆいさん。すごく大変だったことでしょう。大橋ゆいさんは、重度の貧血にも悩まされてきました。大橋ゆいさんに貧血の症状が出たのは、2015年の日本選手権でのことです。大学1年生だった大橋ゆいさんは会場で顔が真っ白になってしまいました。2015年の日本選手権で応援に来た家族には異変と思われたぐらいの様子だったそうです。200m 個人メドレーの予選は40人中最下位で、別の試合では棄権も経験しました。周りからは一生懸命泳いでいないように見えることもあって、なんで一生懸命やらないんだと言われたこともあったのだそうです。しかし、血液検査で判明したのは極度の貧血という診断でした。大橋ゆいさんは一度コーチにはっきり、もうやめますと宣言したこともあったそうなので、今回の東京オリンピック2冠は感極まったことでしょう。大橋ゆいさんは喘息にも悩まされてきました。咳が止まらなくなり、風邪をひくと喉の奥でヒューヒュー音がしていたといいます。病院に通い詰めたり、入院を繰り返したりしたこともあるそうで、母子健康手帳を見たら、母が1日おきに病院に行ったと書いていたほど症状は重かったようです。小学2年生と4年生の時には風邪をこじらせ肺炎で入院しています。それでも吸入を継続し、喘息をコントロールしながら水泳を続けてきました。水泳は肺活量や呼吸が命ですから、大橋ゆいさんは相当苦労したのではないでしょうか。競泳で21年東京五輪個人メドレー2冠を達成した大橋ゆいさんが、日本女子初のプロスイマーに転向したことが2020年2月28日に発表されました。北島康介、萩野公介、渡辺一平、瀬戸大也に続く日本競泳界5人目で、女子では初のケースになりました。プロスイマーになると、水泳教室の開催、 CM などのメディア露出、スポンサー企業とのタイアップなどが可能になります。大橋ゆいさんは4月以降も糸満東進との所属契約を継続した上で、新しい可能性を探っていくそうです。サッカーは平井紀正コーチとのタッグで、日本女子初の夏季五輪2冠を達成しました。そして昨年12月からは男子の入江陵介さんを指導する島津正孝コーチに師事して、新しいチャレンジをスタートしています。大橋ゆいさんの歩みは次世代の女子選手にとってのロールモデルになることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。